駅北側2.5番出入り口千葉市役所右は、当駅連絡通路市役所前駅は、千葉県千葉市中央区千葉港にある、千葉都市モノレール1号線の駅である。隣の千葉駅から分岐する2号線の列車も乗り入れる。駅番号は、CM02。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅。駅員無配置。千葉市役所と連絡通路でつながっている。 2019年度の一日平均乗車人員は2581人である。千葉都市モノレールの駅で18駅中5位。近年の一日平均乗車人員推移は下記の通り。駅北東側を国道14号、国道357号が走る。当駅を中心とする半径1トル半以内には、千葉駅、京成千葉駅、千葉中央駅、新千葉駅、 千葉港駅があり、状況によっては、徒歩での移動の方が早く到達する場合もある。当駅4.56番で入り口方面。千葉港千葉銀行本店営業部、上りと上る渡る神社あたり駅1.23番で入り口方面。千葉港京王銀行千葉港本部 NHK、千葉放送局富山千葉ポートスクエア、関東職業能力開発大学校。 付属千葉職業能力開発団期大学校千葉キャンパス、新田町国道14号より南側、新宿、ありがとうございます。